ダカール駅ダカールニジェール鉄道は西アフリカのダカールとクリコロ間を結ぶ鉄道路線。全長1 2 8 7トル。そのうち6 4 1トルがマリ川路線である。なお、路線名にあるニジェールはニジェール共和国ではなくニジェール川を意味する。2013年のマリ共和国における旅客輸送はバマコ海間をたったの3日間。 運航したに過ぎなかった。2014年に国際旅客輸送、つまりマリとセネガルをまたぐ運航は行われなかった。ただし、セネガルにおいてダカールティエス館は旅客輸送が存在する。1889年の海域着工当時の様子20世紀に、 なって開業した海駅の様子20世紀末から2005年頃までの間に撮影されたカティ駅の様子ダカール港とニジェール川を結ぶ鉄道路線建設計画は19世紀終わり頃フランス領スーダン総督ジョゼフ・ガリエニにより構想された内陸のマリニまで鉄道を敷設し ニジェール川を用いた物流ルートと結びつけ、内陸で生産された原料の輸送を可能にする狙いがあった。1905年、クリコロからアンビデディまでの区間が開通。1915年、ダカールからアンジュルベルまでが開通し、1925年にダカールからクリコロ間が開通した。1947年には鉄道労働者が フランスの労働者と同等の権利を求めてストライキを行い、ストは数ヶ月間続いた。セネガル人作家センベーヌースマンは小説、神の森の木々の中でこの事件を取り扱い、フランスの過酷な植民地経営を詳細に描いた。出版はアフリカの年1960年、大きな社会的影響を与えた。1960年、マリレンポーとして、 フランスから独立を果たしたが、同年にセネガルとマリエと分裂、両国の緊張関係が生じた。ダカール・ニジェール鉄道も1962年に国営マリ鉄道と国営セネガル鉄道に分割された。そのため、独立直前に約80万トンあった。年間の貨物輸送は一時約3万トンにまで落ち込んだ。1990年代においても、 独立前の輸送量にまで戻らなかった。管理が難しく投資も不足したことから、インフラストラクチャーの劣化と資材の使い回し状態に陥った。運行が遅延することもたびたびであった。2003年10月から、セネガルとマリは、フランスとカナダの企業連合体であるトラレイル、SA に運営を委任した。同企業連合の資本は、カナダの投資会社51%、セネガル及び、 マリの政府20%、従業員9%、残りはマリとセネガルの個人投資家であった。旅客サービスを維持することがコンソーシアムに定められたはずの義務であるにもかかわらず、トラレールは貨物運輸に注力しようとした。3分の2の駅が閉鎖され、接続数も減少したことから、孤立した地域が不便になってしまった。2007年にはトラレールが ベルギー企業ベクチャースに買収された。ベクチャースは頻発するストライキや社会環境の悪化の中で2009年に39万トン、2010年に約44万トンの貨物輸送を行った。輸送品目は内陸から綿花、海岸部からは生活必需品の輸送需要に対応した。今後は鉱物とセメント輸送の需要動向に注視するとしていた。 2012年に運行を停止。2015年12月、マリとセネガルは、マリの首都バマコから、セネガルの首都ダカールまでの1287キロメートルを、標準機により、新たに付設し直す契約を、中国鉄拳と、それぞれ交わした。しかしながら、マリ国内で、中国鉄拳の人員が襲撃されるなどし、当初4年とされていた後期は大幅に遅延していた。 2019年11月28日に、マリ、セネガル、世界銀行の三者会談が開催され、今後の作業工程等の確認がなされた。路線図、ありがとうございます。